菜の花っていうのはですね、実はこうやって見てくださいね、わかりますかね、脇芽がこう生えてくるので、積み方によって収穫物を増やすことができるので、例えばこれぐらいの菜の花の場合、柔らかいところでこう取ってあげるとですね、こういう残したところからこうやって新芽が吹いてくる。で、新芽のこういう下の葉っぱ2枚ぐらい残して上を摘む。そうするとこういう残った脇芽がさらに大きくなるって形になるので、硬いのを無理して取るよりは新しい芽が伸びてくるところを残してあげて、柔らかい部分だけ摘んであげると、どん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 脇芽がバイバイバイっていう形で取れてくるので非常に美味しくなります。